どうも皆さんこんにちは。 M2 プラントの杉本です。今回はこちらの生地でジャケットを仕立てましたので、そちらを紹介させていただきたいと思います。こちらの生地なんですけれども、朝ライクという生地になります。以前動画で紹介している色違いの生地になるんですけれども、朝の風合いを持つポリエステル 100% の生地になります。この茶色の生地なんか特にこう白のネップというか筋ですねが割とよくわかるので、よりカジュアルな印象になるのかなと思います。なのでこうジャケットなんかにはとても相性がいいかなと思うんですけれども、私たちその紳士服の業界におるとですね、こう麻とか綿とかのシワっていうのはなんかこう味というか、風合いとして捉えることが多くて、個人的にも好んで着るんですけれども、お客様なんかにお話を伺うと、やっぱりそうちょっとシワがとか少しこうなんかネガティブに捉えられてる方が多いような印象なので、この素材っていうのはまあ朝のこうカジュアルな雰囲気を持ちながらですね、そういったシワになりにくいとか丈夫さとかを持っている生地なので、試していただきやすい素材ではないかなと思います。コーディネートとしては、ビジネス用であればこういうグレーのパンツで合わされると一番無難というか、きちんとした感じも出るかなと思います。ジャケットの色が茶色なので、パンツはこう白とかベージュとかのパンツ合わされると同色でまた綺麗にまとまると思います。であとシャツなんかはもうこう割とすごくざっくりと織られた生地なので、かのこ素材とか絡み素材とかちょっとこう素材感のあるものなんかとかは相性がいいのかなと思います。いつものシャツでもいいんですけど、このなんかこうプルオーバータイプのものですね、ポロシャツとか合わされるといつもと少し違ったコーディネートもできるかなと思います。この茶色以外にも以前ご紹介してたグリーンと明るい紺色もありますんで、またお仕立ていただく時に参考になればなと思います。以上ですね、今回は朝ライクの生地を使った素材でジャケットを仕立てましたので、それの紹介をさせていただきました。この動画を面白いと思っていただいた方は高評価やチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。